間は九州を中心に活躍する企業やお店の方をお招きしてお礼のハグをさせていただく情報ハグ番組ハギンユー。この番組はあなたの世界を共有させるプロモーションプランナーワールドシェア株式会社の提供でお送りします。さあここからの時間は私ヤギトールといつもの桜美奈ちゃんに加えましてもう一方ホスト役この方です。はい、ワールドシェアの酒井です。はい、酒井さん今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では酒井さんから本日のお客様をご紹介ください。はい、本日のお客様は福岡 LGMS 音楽教室ライトギターミュージックスクールの松尾良一郎さんです。はい、松尾さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。実は松尾さんには昨年も、この番組出演していただきまして、はいはい、音楽教室やられてますよということでね、はい、お話伺ったんですけれども、はい、実は今日もうお一方松尾さんの教室の先生も、はい一緒に来られてて、松尾さんからご紹介いただけますか。あ、はい、うちの教室でベースと DTM 構造を担当している長島隆先生に今日は一緒に来てもらいました。はい、長島先生、はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。松尾さん、改めてこの音楽教室についてなんですけれども、はい、ジャンルというかどういう楽器が習えるところなんですか。楽器はもう様々ありますね。様々、うん、はい、もうある意味オールマイティー。オールマイティーですね、はい、うん、一つずつ言った方がいいですかね。行きましょうか。ギター、ボーカル、ドラム、ベース、DTM、ウクレレ、ピアノ、キーボード、うん、フルート、うん、オカリナ、うん、まあ、10コースほどあります。はあ、はい、オカリナまであるんですか。あります、はい、オカリナでちょっと今引っかかっちゃったんですけど、オカリナ習いに来てる方ってどういった方が来られたりするんですか。はい、そうはやっぱ主婦層の方が多いですね。それきっかけって何で来られてるんですか。きっかけはもともと自分で始めて、うん、でやっぱその吹き方がなかなかわからないっていう。でギターとかに比べてそういう教材とかがあんまりその少ないんで、なんかそれでどうやって練習していいのかっていうところから、そうですね、まず分からなかったりしますもんね。ね、へえ、いろんな教室あるんです。いろんなコースがあるんですね。はい、改めて場所はどちらの方でやられてるんですか。場所は小郡市にある、音楽スタジオでやってます。はい、はい、で、ネットを通じても確か教室練習ができるっていう話ですね。オンラインのレッスンもやってます。オンラインのレッスン、はい、はい、だいぶ遠いところはどのぐらい遠い方がいらっしゃるんですか。遠い方はもう本当に日本飛び出した海外の方、海外の方もいますね。海外の方もやっぱりオカリナ吹きたいと、はい、オカリナはちょっとやってないんですよ。あ、違う、オンラインはですね、全コースやってなくて、はい、やってるコースちょっと限られるんですけど。あ、そうですか、はい、海外の方はオカリナではないと。ではないです。そうですね、意外でしたけど、はい、今いる、そうですね、ちょっと、まあ、今いるのはギターと DTM と。あ、そうですか、はい、ですね、海外の方でいるのはですね、はい、すごいですよね、はい、そうですね、海外在住、日本人ですけどね、もちろん、はい、日本語喋る方なんです。さっきから言葉出てますけれども、中島先生、はい、担当が DTM、うんうんうん、まあ、ベースということでご紹介いただきました。ね、はい、まあ、ベースは楽器としてなんとなくわかりますね、理解できるんですけど、はい、そうですね、DTM って何ですか。これは、まあ、ざっくり言うと作曲になるんですけれども、はいはいはい、まあ、最近、まあ、パソコンも安くなったし、作曲ソフトっていうのも安くなったんですよね。昔はやっぱそうっすね、10万以上したものもあるんですけど、はい、定価で多分6万前後、セールとかもあったりするんで、うん、まあ、1万ちょっととか、その作曲のソフトが、ソフトがですね、あとはまあ無料版でもあったりするんで、はい、でそういうのを入れて、でこう作曲こう、まあ、YouTube とかでもあるんですよ、作曲をする YouTube の動画とかあったりするんで、うんうん、わ、かっこいい、私もやってみたい、僕もやってみたいっていう人たちもいたりするんで、はいはい、それでご受講される生徒さんは結構多いですね。はい、まあ、実際に今活躍しているアーティストでも、例えば米津玄師さんとか、うん、岡崎体育さんとか、はい、もう一人でパソコンに向かってやってますよね、楽曲作りしてらっしゃるっていうね、話には聞きますけど、そうやってイメージ どうなんでしょう。簡単にできるものなんですか。簡単にはやっぱりできないんでしょ。あ、まあ、でも各ソフト、その初心者向けの、はい、方に対してのお手軽機能みたいなのがあるんですよ。これを使ったら簡単にドラムが打ち込めるとか、でこのパーツとこのパーツを組み合わせたらこう
そういうオケというかカラオケみたいなのが出来上がるみたいなのがいろいろあるんですよね。そういうのを駆使すれば、まあ、音楽理論ちょっと分かってなくても、はい、まあ、なんとかなるかなっていうのはあるんですけど、でもやっぱちょっとガチャガチャになったりするときはあるんで、はい、なんかそれでよく使い方が分からないとか。なるほどね、はい、あとはその DTM の用語が結構難しいんですよね、はいはい、これをこっちに動かすとああなりますっていうのがかなりなんかその、うん、なんて言うんですかね、うん、言葉が難しいんですね。リージョンとか、リージョン、なんか、うん、リージョンショック、何があるんかな。あとそのエンベロープとかミディエンベロープエクスプレッションとか、なんかそういうこう言葉がミディエクスプレッション難しいんですよね。でそれが何なのかが分かんなくて、サイト見て勉強したりとか動画見て勉強するけど、ね、何のこと言ってるのかが分かんないからって言って、新作のケーキですかっていう、そうチンプンカンプンなんですよって言ってくる方とか、あとシンプルにインストールできなくてとか思いますね。じゃあ本当に超初心者の方から、そうです、あのいわゆる作曲理論っていうのを少し理解した上でもうちょっと専門的にやりたいよっていう方まで。そうですね、超上級者の方もいたりしますね。お忍びで来られてる方とかも、お忍びで、はい、しれっと YouTuber で何万再生しとってとか、学生の方とかもトラックメーカーで活躍されて多いんですよ、ね、そっからメジャーとかね。そうですね、普通にありますよね。最近面白いのがあのパソコンって、まあ、基本的に作るものなんですけど、はい、あの iPhone が結構進化してるんで、iPhone の中にこう、ガレージバンドかな、無料の作曲ソフトが入ってるんですよね。それでなかなかいい音作る中学生、高校生、そうですか、いるんですよ。はあ、ちょっと震えますね、あれ聞くと。なんかね、酒井さん、我々の時代って言ってくくったらいけないのかもしれないけど、作曲はね、ギターかき鳴らして鼻歌歌ってからの世界かと思ってたら違うんですね、今ね。そうですね、すごいですね、進化が、まあ、進化してますね。すごいですね、なんか MTR で8トラックでみたいな、はいはいはい、カセットみたいな、カセットみたいな、そうそう、カセットテープ A 面と B 面両方あの片面で使い切っちゃいますよみたいなね、4トラックですみたいな、右と左の4トラックですみたいなやつからの、はい、すごいっすよね。進化してますよね。だからまあその進化してる機械をきちんと使いこなせるための勉強を、うん、そうですね、ここでできるっていうですね、はい、その通りです。はあ、今はじゃあそういうコースにね、はい、鼻歌ふんふんふんなんて歌ってたら作曲できちゃうなんていうのもそういう機能もあったりするんです。ありますね。あ、そういうのもあるんですか。そういえばありますね。そういえば、はい、あります。ちょっといつでもできるよ。そういうことですよね。だから自分が例えばこの音が何の音か分からなくても、うん、自分でちょっと声で表してみると作れちゃう。ありますね。それ誰でも挑戦できますよね。できますね、はい、時代だ。そのバンドのメンバー、ドラム探してベース探してギター探してキーボード探してっていう人集めなくても、もうパソコンの上で、うん、全部その楽器を音鳴らせるわけですよね。鳴らせるっていうことですよね。いや、簡単になりました簡単になりました。だからこそこう使いこなす技術というか理論というか、うん、さらにセンスが問われてくる時代なのかもしれないですね。そんな難しい語彙というか語句がたくさんあるって知らなかったので、なんか意外とこうサイトとか動画とか見るとなんか僕はもうずっとやってるので、うん、言ってる意味が分かるんですけど、うんうん、それも分からんのかっていう、うん、なるほどね。なんかあれですよね。へー、その DTM のコースは年齢層でいったらどのぐらいの人があのコース取ってたりするんですか。一番若い子では高校1年生がいますね。高校1年生、この間まで中学生、はい、去年までね中学生ってことですもんね。あ、そうそうですね。あ、でもあれか、年が変わるから次で2年生になるってことですね。そうですね。で一番上だと、あ、何歳かな、でも60代後半とかの方もいますね。いらっしゃる。います。昔バンドやっててみたいな、うん、で、うん、あの自分の部屋のタンスから録音したカセットテープ出てきてみたいな、でもう一回こう形にして YouTube にアップしたいとか。はいはいはい、あ、ある、ありますね。いいですね。またこう趣味の世界が広がってきて。そう、そうですね。楽しそうですね。またその作るそのご年配の生徒さん、ちょっと言葉があれかもしれない、うん、はいはい、あ、まあ、超先輩の超やっぱ作る曲ってやっぱその時代の匂いがすごくあるというか、はい、なんか、あ、そうそうです、はい、あ、陽水好きなのかなとか、なんかチューリップ好きなのかなっていうのがすごく伝わって。同じ作曲ツール使ってもやっぱり変わってくるんですね。いや、全然違いますね。そこはすごくいい刺激を受けるというか、逆に勉強になります、ね、なるほど、はい、松尾さん、今ラジオの前で、はい、あ、これちょっと私もやってみたいな、興味持ったなという方はどういうふうにアクセスしたらいいですか。ホームページからですね、はい、お申し込みできます。ホームページ、はい、で無料体験レッスンってやってるんで、ええ、はい、それを受けていただいて、うん、入会するかどうか
ていうのを決めていただけたら。わかりました、はい。これが福岡 LGMS 音楽教室、これで検索したら見つかりますかね。はい、わかりました、福岡 LGMS 音楽教室、こちらで検索していただいて、ぜひあのホームページチェックしていただきたいと思います。これ発表会とかもあるんでしょ。発表会は今年に2回やってます。年に2回、はい、はあ、じゃ あのそこに向けての練習の張りが出ますね。そうですね、目標はあった方がいいと思うんで、うんうんうん、はい、うん、発表会のためにじゃあ1曲作っとこうとかね、これちゃんと練習して自分のを身につけとこうとかね、はい、なりますもんね、はい。YouTube にアップされてたのでちょっと拝見してきたんですけど、うんうんうん、松尾さんが菅田将暉のさよならエレジー、はい、めっちゃかっこよく書き鳴らしてらっしゃってこれちょっとみんなに見てほしいなって思います。本当めっちゃピンポイントできますね。ピンポイント確かに、うんうん、あの右端で、そうそう右端で、そう右端で弾いてました。かっこよく弾いてらっしゃいました。これもじゃあホームページ見れば動画も見られる、はい、動画見れます。今までのが全て見れるんで、ずっと弾いてますもんね。そうですね、立派なね、うん、まあ、サポートですよ ね、 ね、 MC もされてね、すごいな。ああ、そうですか。やっぱ楽しくやってるんで、はい、はい、もう見ていただけたら楽しさが伝わるかなと思います。はい、見ていただければ、はい、あの須田亮一郎が検索かっこいいちょっと一瞬わからんかったなるほどね、なるほどね、まあ、松尾正樹でもいいんですけどどっちもいいですね、先生たち面白いですね。そうですね、あの、はい、先生たちもね、若い先生多くて皆さんあの仲良さそうで、多分こう教室の雰囲気もね良さそうですよね、はい、はい、ぜひあの皆さん、音楽教室、まあね、今ちょっと時間があって音楽やってみたいななんていう方いらっしゃれば気軽にアクセスしていただきたいと思います。この時間また来週もですね、福岡 LGMS 音楽教室、まあ、松尾先生とまた他のコースの先生もお迎えしてお話を伺いたいと思いますので、ぜひあのまた来週もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ワールドシェアプレゼンツハギンユー、この番組はあなたの世界を共有させるプロモーションプランナーワールドシェア株式会社の提供でお送りしました。出演されたゲストの詳しい情報はハギンユーのページに掲載しています。カタカナでハギンユーで検索してください。在庫が足りません。なんだって。昨日までは十分あっただろう。それがあっという間に売れてしまって、駅前でチラシを配っていた時はこんなことなかったのに。ウェブ広告これほどとは。あなたに合った広告をプロモーションプランニングワールドシェア株式会社。